このトレーニングは寝ながらお腹のお肉を落とすプログラムです。毎日続けることで無理なく気になるお腹周りのお肉を落としましょう。継続は力なり。今日も一緒に頑張っていきましょう。まずは横になって足を肩幅くらいに開き、足をひねっていきます。股関節から足を動かすよう意識して行ってください。大きく内、外とひねるイメージで行ってください。呼吸を止めないで、無理をせず自分のペースで行ってください。次は膝を立てたまま、肩幅より足を少し広げ、片足ずつ内側に倒していきます。しっかり足を倒して膝を床につけるよう意識して行ってください。股関節に痛みがある方は無理のない範囲で倒してください。腹筋から股関節周りが伸びているのを感じながら行ってください。呼吸を止めないでリラックスをして、無理をせず自分のペースで行ってください。次は両膝を立てて、膝同士がくっついた状態でパタパタと左右に倒します。上半身を固定して腰や体側を伸ばしましょう。膝同士はしっかりくっつけながら、肩が床から離れないように意識しましょう。倒しづらい方は肩が浮いてしまっても OK です。肩に力を入れないで、呼吸を止めずに行いましょう。次は伸ばした両足を膝を外側に向けた状態で交互に引き上げます。腹筋に力が入っていることを確認しながら行いましょう。足を引き上げるときになるべく膝が外側に向くように意識しましょう。呼吸を止めないで自分のペースで行ってください。次は膝を立てて、片足を自分から見て反時計回りに大きく動かしていきます。膝でゆっくり大きく円を描くようなイメージで行ってください。股関節から大きく動かすよう意識して行ってください。痛みがある方は無理をせず自分のできる範囲で行ってください。反対側も行っていきます。片足を自分から見て反時計回りに大きく動かしていきます。膝でゆっくり大きく円を描くようなイメージで行ってください。股関節から大きく動かすよう意識して行ってください。痛みがある方は無理をせず自分のできる範囲で行ってください。次は両膝を立てて、両足が浮いた状態で膝をパタパタと左右に倒します。お腹と体側に力が入っているのを感じながら行いましょう。膝同士が離れないように注意しましょう。続いて足の裏を合わせて、膝を外に広げた状態で足を持ち上げていきます。なるべく足の裏を合わせるよう意識して行ってください。お尻が床から離れるくらい持ち上げるよう意識して行ってください。腹筋を使って足を持ち上げるよう意識して行ってください。
足を持ち上げるのが難しい方は手でお尻を支えて無理のないよう行ってください。次はカエル足を作って浮かせ腹筋を行います。両手は後頭部に組んで足を持ち上げた状態から体を起こしていきます。足を持ち上げるのが難しい方は下ろした状態で行っても大丈夫です。腹筋をしっかり使っているのを意識しながら行ってください。呼吸を止めないで無理をせず自分のペースで行ってください。今度は仰向けに寝てください。両手を横に広げて膝を90度に曲げた状態で右側へ倒します。脇腹からお尻のあたりが伸びているのを感じましょう。両膝が離れていないか注意して行ってください。膝を倒すのが辛い場合は膝を曲げる角度を少し緩めましょう。次は反対側です。膝を90度に曲げた状態で左側へ倒します。脇腹からお尻のあたりが伸びているのを感じましょう。両膝が離れていないか注意して行ってください。膝を倒すのが辛い場合は膝を曲げる角度を少し緩めましょう。最後はうつ伏せになって両手を横に広げながら左足を反対側へ大きく反らします。前ももとお腹の筋肉が伸びているのを感じましょう。膝は曲げて大丈夫です。なるべく肩が浮かないように注意して行ってください。常に腹式呼吸を意識しながら行ってください。反対側も行います。うつ伏せになって両手を横に広げながら右足を反対側へ大きく反らします。前ももとお腹の筋肉が伸びているのを感じましょう。なるべく肩が浮かないように注意してください。あと少しですよ。無理せず自分のペースで行ってください。最後まで一緒に頑張りましょう。お疲れ様でした。いかがでしたか。毎日続けることで血流と代謝がアップし、より効果的にお腹周りを燃焼させることができます。皆さんもぜひ毎日無理なく続けてもらえたら嬉しいです。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまたね。バイバーイ。